おや、お目覚めかなふふ、<laughs> まだ目がとろんとしてるね。もうかれこれ十時間も寝ていたのに。君は本当にお寝坊さんだね。仕方がない。僕がキスで君の目を覚まさせてあげよう。どうだい目が覚めただろおっとっと、そんなに動いても無駄だよ。君は鎖で縛られている。見ればわかることだろ だから、無駄な抵抗はやめた方がいいよ。そう、いい子だね。さて、君は今こう思っているはずだ。なぜ自分は縛られているのか。ここはどこか。なぜ私がここにいるのか。ふふ、図星のようだね。君の考えていることは手に取るようにわかるよ。まずここは僕の秘密の部屋。 それで、君がここにいる理由だけど、僕がさらったから。覚えているかい眠ってしまうまでの出来事。まだ頭がぼんやりしているようだね。じゃあ、僕が目を覚まさせてあげるよ。そうそう、よく思い出したようだね。あの時、君に睡眠薬を飲ませたんだよ。まあ、そんなことはどうでもいいんだ。 君がここにいる理由なんだけどね。そろそろ、君を僕のものにしようかなって。あれ忘れたのかい <laughs> 君は本当に忘れっぽいんだね。前に約束したじゃないか。君はずっと僕のものだよって。あれ覚えてないほら、高校生の時に約束したでしょそれに君は、わかったって返事してくれたよね。 思い出した <laughs> ならよかった。でも君、他の女と仲良くしてたよね。なんでかな君は僕のものなのにさ。なんで他の女と仲良くしたのかなへえ、ただ一緒に遊んだだけ。ねえ。じゃあなんで、その女の部屋にお泊まりしたのかなは <laughs> 知ってるよ行為はしてないってことぐらい。録音機付き GPS を君にはつけてるからさ。でもそこじゃないんだよ。なんで他の女の家に行ったの君は僕のものなのに、なんで他の女のところに行くかななんでほら答えてよ。酔ってたから。<laughs> それが理由になるとでも。酔ってたとしても、タクシーで送ってもらえばいいじゃないか。 はぁ、あ、これ何回目かな何回この話をしたかなもういいよ。君は何回言ってもわからないらしいね。そんな悪い子には、お仕置きをしないといけないね。さ、どんなものがいい例えば、この無知か、それか、この薬。はたまたこのスタンガンか。どれがいい 選ばせてあげる。何そんな死ぬようなものじゃない。無知は少し痛いくらいにするし、この薬だって単なる惚れ薬。それに、スタンガンは致死量の電流を流すわけじゃない。ま、あ好きなものを選びたまえ。<laughs> 何を謝っているんだい僕は君のことをもうすでに許しているよ。ただ、 まだ罰の執行が済んでいないだけさ。だって、君は僕のものなんだよ。<laughs> そんな君を簡単に手放すわけないだろ。愛してるよ。